早速で大変恐縮でございますが、ここで岸田総理へ答申のお渡しをさせていただければと存じます。それではここで岸田総理大臣からご挨拶を賜れればと思います。はい、岸田総理着座の方でよろしくお願いします。いいですか。はい、政府税制調査会の答申の取りまとめにあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。例えば長里会長からもございましたように、昨年の11月私から政府税制調査会の皆様方に対しまして新しい資本主義の実現に向けて経済社会の構造変化を踏まえ持続的かつ包摂的な経済成長の実現と財政健全化の達成を両立させるため公平かつ働き方等に中立的で新たな時代の動きに適切に対応したあるべき税制の具体化に向けた審議を諮問いたしました。それから約1年半長里会長、神野会長代理をはじめ委員の皆様には実に22回にわたる精力的な議論を重ねていただき本日こうして答申を取りまとめていただきましたことに心から感謝を申し上げます。本答申は、税とは何かというところから、租税原則や我が国の税制の歴史などが詳述されており、その上で働き方やライフコースの多様化、経済のグローバル化、デジタル化、格差をめぐる状況の変化、少子高齢化など、経済社会の構造変化について幅広く網羅された内容となっております。またそれを踏まえた税制の現状と課題も中期的な視点から整理されており今後中長期的な税制のあるべき姿を検討する際の重要な素材となっていくものと考えております。税制の在り方は明日の社会の基礎となります。政府としては本日取りまとめていただいた答申をもとに令和時代のあるべき税制の検討をさらに進め将来世代が将来に希望が持てるような公正で活力ある社会を実現していきたいと考えております。